こんにちは、北村です。久しぶりの、動画になります。1月の末にまず心筋梗塞で倒れまして、その時はねカテーテルで、冠状動脈を見たりとかいろいろしたんですけどね、その後、詰まりがなくて心臓自体がダメだということでね、しばらくちょっと手術の空きがなかなか取れずに、先月、2月のね末に、手術を受けて、やっと今、回復してきましたけどね、まだ完全にね治ったわけではないんですけれども、もうだいぶほとんど良くなりました。あとは、5月の検査でね、それで治ってたらもう完治という形になりますけど、それまではまだ、薬を飲んだりとかね、まだあまり、無茶なことはせずに、適度に運動したりとかしててくださいということなんですね。まあ、結局最終的には何が起きたのかっていうのが、心房細動ですね。心臓の 上側、ね、下の方に心室というのがあって、上側に心房というのがあるんですけど、その心房の方が動いてなかったんですね、ほとんど。ですので、下から送られた血が、心室から送られた血が、心房で止まってしまってね、なかなか出ていかなかった。それで血液が入れ替わらないので、そこの血がねドロドロになって固まってきてしまってね、そのちょっと固まった血が流れてって、それがまあ良かったのが心筋梗塞ね、冠状動脈の方に詰まったから良かったんですけどね、これ脳の方で詰まったら脳梗塞ですからね、まあ自分では何もできなかったんですけどね、まあそういうことがありまして、で、2度目の2月の末ではやはりカテーテル手術でできまして、足の付け根、両足の付け根と、それから首のね頸動脈、そこからカテーテルを突っ込みましてね、心臓に入れて中を全部焼くというね作業、それも一番の問題は左側ね、左心室側なんですけどね、そこには血管からアプローチができないんですね。ですので心臓のね真ん中の壁をぶち抜いて反対側まで刺してって、薬処理をしなければならなかったんですけどね、まあそれがそれでもやっぱりもう今医学が進歩してますので、結構ね、早く退院もできたし、もうやった翌日から心臓の動きもねしっかり良くなってね、まあ元気になってますけどね、まあワンコたちにもだいぶ、迷惑をかけましてね、よいしょ、一番でっかい子ですね、レイト君、ラン、レティノカ、ソフィちゃん、ソフィア、バンビ、今はねこのバンビが一番うちの中で、お年寄りなんですけどね、もう東京から連れてきた子たちは全員
旅立ってしまいましたからね。九州に来て初めて、迎えた子がこの子、バンビでね。それでももうね、9歳ですからね。いないやつがいる。ビアンカ、ビアンカさん、ネロ君とね、オスとメスとね、2匹同時に迎え入れてね、まあオスの方は助けることができずにね、亡くなってしまったんですけどね、女の子の方から元気でね、やってますけどね。大丈夫。
帰るよ。ビアンカ。はい、帰るよ。戻りつつあります。ではまたね。バイバイ。